こんにちは。今日は6月の18日日日土曜日です。今日は部屋の中から、えー、と植物を紹介したいと思います。もう今イチジクがかなり伸びて結構実もなりつつありますがまだまだ食べるのは先のようです。今日説明するのは、えー、と私が育てているこのようなエアープランツを説明したいと思います。 まあ私はエアープランツはあんまり興味はな始めなかったんですけれども、えー、と東京に来た1997年に一番最初に買ったのがですね、えー、とカプトメドーサっていうこういう品種をですね、えー、と買いました。でこの品種の形が面白いなぁと思ってえっ、ー、と 買ったんですけれども、もう鼻が3回か4回咲いてとてもこう。元気に育ってくれて、4回目の花がいつか咲くのかなという感じです。いつもこうやって洗濯バサミに紐をつけてこうやってぶら下げて育てています。これが一番古い1997年。に買ったまあ。これは比較的あの？ このお店に行っても置いてある品種じゃないかなと思います。こういうふうにして洗濯ばさみでこうつけてこうやってするしています。そのほかですけれどもその次にからはですね大体2004年ぐらいに写真の個展をですね私銀座の急遽堂の6階でやったんですけれどもその時にあの とにかく面白い植物の被写体をということで買ったのがあのこのイオナンタこれもよく知られている品種ですけれども最初は1個だったんですけれどももうこのようにクランプっていうんですかねこういういっぱいできることはこういうふうにいくつも増えています。これはですね花が咲く頃には真っ赤になることもあれば緑の状態で咲くこともあるしまあさまざまです。 これを写真の古典の時には、えー、と撮って展示しました。もう10もう何年なんだろう18年ぐらい昔のことです。これもこう吊り下げています。昔はですねソーキングとかそういう方向でやってたんですけれども、えー、とどうしても枯らしたりしたこともありますんでまあこのようにして。 擦り下げています。その次がですねこれエアラントスっていう品種ですけれどもこれは、まあ、初めはもうちょっと大きかったんですけれども枯れた部分を消し、えー、切り取ってこのようにして、えー、育てていますこれはですね2004年に買ったんですけれども花が一回も咲きませんこれ花がよく咲くっていう品種らしいですけれども全然咲かないですねこれはあの結構長く伸びて エアラントスっていうのは空中の花という意味らしいですけれども、青い花が咲きます。えー、図鑑ではですね。とあとですね、うんと、これはハリシーという品種ですけれども、これも比較的よく、よくあのお店で売られている品種で、まあこれも花がよく咲くっていうふうに言われてるんですけれども、これも2003年か4年ぐらいに購入して、 一回も咲かないですね。この状態がずっと続いて、まあ、あの最初すごい長かったんですけれどもこういうふうに枯れた部分を切り取ってこのような状態で育てていますこれもこれはですねあのワシントン条約で規制されている品種ですけれども、まあ、今日本の中で、えー、国内でこうあの生産して販売されています。 輸出輸入が禁止されています。サイティスっていう、えー、決められたあの輸出輸入が禁止の品種です。サイティスですね。で、サイティスの品種っていうのは昔はいろいろあったんですけれども、今もう一つの、私、二つぐらい持ってるんですけれども、これもサイティスの神という品種です。これも神という品種で、これは比較的ですね、あの世代が2年ぐらいで花が咲いて、 どどんんこれはですねなかなかこう花がはっきりとしないというか、まあ、咲いてるか咲いてないか分かんないようなちっちゃい花が咲きます。これもですねこうやって洗濯ばさみでこうやって吊るしています。あとはですねこれふんき穴っていう品種ですね。これはすごく乾燥に強いんですけれどもまあとても 今水を与えたのでこうちょっとこうペタッとした形なんですけれども, <laughs> もこう白いこう,こう産毛みたいなのがいっぱいできてですねとてもこれは綺麗です。これはあの強いらしいです。これも花が咲いてません。そうですね花が咲かないのが多いですね。イオナンタはもう何回も咲いてますけれどもあとこれはですね アアンドレアナいいう品種で赤い花が咲きます。これはもう一回花が咲いてですね 4, 4つ脇芽が出たんですけれどもその3つをちょっとダメにしちゃってですねあの今1個その残りの1個を大切に育てていますこれアンドレアナといって赤い花が咲きますこれは1回咲きましたであとですねこの花に似たのにですねフンキアナっていう品種がありますこれはちょっと… 長くなるんですけれどもこれはこれは2004年に買って以来一回も咲いてませんねで水で霧吹きしてこう少しずつ伸びて、うん、全く咲く気配がないのでこれを何度か咲かせたいと思うんですけれどももうそうですね18年間ぐらいもうずっとこの状態ですねこれはうんと 咲それからあここにあるのがあのえっ、ー、とですねこれ何て言ったのかなカクテコラという品種ですこれは最近買ったんですけれどももう実言うとこれ2回失敗して綺麗、えー、な花が咲きますがとてもこう大きくて見応えありますでもちょっとこう水をものすごく好むので まあちょっとこう。乾燥気味にすると弱ってしまって、これ育てるの？ちょっとこう。あの注意しないと水切れにするとちょっとこう。弱くなるタイプでちょっと柔らかい感じの植物です。カクテコラあの青いっていうか、紫のようなとても綺麗な花が咲きます。これはあのおすすめです。これはいつも出て、ここら辺の高さに置いて今ちょっとこう。水やりとか。 コチュランの水やりなどでちょっと移動してて高いいいところに置いています。それからまだ説明してないのがこれは私まだ咲かせてないんですけれどもえー、っとアルペルティアナという品種ですこれはですね赤い花が咲くんですけれどもとても成長が遅くてまあなかなかこう花が赤い花が咲,咲いたとこうまだ見てません気を長くして まあ育てをこれはへご板にちょっとこうやってつけています。これもこう吊り下げていますねこうやって、えー、吊り下げて光が当たるようにしています。それからえっ、ー、とこれですけれどもこれはスプレンゲリアなっていう品種です。これも昔はサイテスでワシントン条約規制品だったんですけれどもまあ、これはあのー、最近は解除されてえー。 少し安くなったのかどうかこれがもう一番高かったですねもうすごく高かったのを思い出しますでこれもですね赤い花が咲き赤いっていうよりはピンクの花が咲きますでこれはもう一回花が咲いてもう何年たろう56年経ってこういうふうに咲いた株と横から出た株が2つこうまとめてこの状態ですこれを 4g ぐらいやってる人結構大きいです。 その次がですねこれも吊るしてるんですけどもこれは緑色の花が咲く花で何、えー、ていう名前だったかというととてもあの幻想的な花が咲きます。これは横の方のここが咲花がもうすでに咲いて横からこう大きくなってこれもいつか咲くんじゃないかなと思います。 釣り下げるっててていいう形で育てています。一回目、私これ育ててて失敗したのは、こういうふうに植木鉢にこうすると中がですね、水が固まって、もうそこが腐れて枯れるっていう、そういったことが何回もありますので、かなりショックだったので <laughs>、このようにして吊り下げて育てています。これは結構順調だと思います。それから、あこれは神 カピタータという品種だったと思います。これはもう、これも2004年ぐらいに買ったんですけれども、もう古株ですけれども、とても、ちょっと弱ってますね。これはちょっとソーキングとかしてないので、ちょっと弱っていて、一回葉っぱがですね、すごく真っ赤になったんですけれども、これは花が咲いてないんですね。だからこれも、花が見たいなという気がします。その次は、あ これですけれどもこれもプルプレアっていう品種だったと思うんですけれどもこれ花が咲いてないので分かりませんがこれも2004年に買ってこうどん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 伸びていって花が咲かないというタイプです。んこれ白い花が咲くっていう話ですけれどもあの似た品種があるのでこれ花が咲くまではどうかなっていうふうにちょっと早く花が見たいです。 ここれもうういうふうに吊り下げてますでちょっとこれは形が悪いんですけれどもこれもキセログラフィカなんですけどもこれはちょっと吊り下げて育てるようにしたらまあこういうふうなちょっといびつな形になっています。でもちとのこれもちょっと これもですね、昔何回か育てたことあるんですけど、失敗して、花が咲くと枯れちゃうんですよね。で、脇芽が出ずに死んじゃったので、これもちょっと、気長に育てようと思います。これも釣り下げてます。あとですね、えー、っと、まだ説明してないのは、えー、っと、これがですね、えー、っと、 いう品種です。これは黄色い花が咲きますでとてもちょっと硬い感じの植物なんですけれども、まあ、これはとっても、えー、ちょっとこれ当たったりしてちょっとあの葉が傷んでますけれどもちょっとこれも大切に育てようと思います脇芽が出てこう株分けしそうなのでこれは黄色くてですね えっと、エアープランツっていうのは、まあ、青とか、そういう。あ、ようなんか、なんかもう、紫の花って、紫の花なんですけども、それ多いんですけど、これはき黄色い花が咲いて、とても。香りが良かったっていうのが、ちょっとい、あの、とてもこう、あの、記憶に残っています。で、これは、あの。二千二十、二千四年ぐらいに、一回買ったんですけれども。株分けして、その株。 あのえー、友達にあげてその半分の方がですねちょっとこういう風にして植えてたら中が腐されて枯れてしまって最近これは3年ぐらい昔に買ったものです同じ広い花が咲くと思いますで最後になるかもしれませんが一番私がミス大きくてすごくなってるのが今これですね「十分だ」っていう品種ですこれは先ほどのですね「勢いです」よりも「 と同じようなこう黄色っぽい花が咲くんですけれどもこれはこうちょっと大色っぽい花が咲きます。でこれは最初1個だったんですけれども2004年に買ったんですけれどもどんどんこう1つ花が咲いたら横から4つこういう風に出てきてその1つがさらにちょっと横から出てみますが今ちょっと大きい 株がががつ、つそののから脇芽が出て、一緒のところに集ままっています。これが一番大きいですね。これも2020 2004年に買ってるから18年ぐらいでこういう形です。これ花1回だけ咲いてそれ以後はまだ1回も咲いてません。でエアプランツっていうのはどっちかというともう花が全く咲かないこともあります。 でなのでこう気長に皆さん育てて、まあ、花が咲くのがこう機会があればこれは幸運だったというぐらいは思った方がいいですね。で実際花がどういう花が咲いてるかとかそういうのがなかなかですねあのネットで調べても葉っぱの状態のところが多いです。だからあのそういったものがないのかなと思って私が手元にあるのが,のがですねこれ「チランジアハンドブック」。 っていうのがあるんですけどもこれはですね、もう絶版になっているんですけどもこれはほとんどの株に花が咲いた状態で写っている非常に貴重な本なんですけども、まあ、こういった本がまた出てきてほしいなという気がします。で最近はもうですねここの図鑑にも載っていない新品種とかもあってまあ,あのどんどんこう分類もちょっとあの変更があったりしていろいろとこう。 変化は見られますなので皆さんもですね、えー、とどれか一つぐらいを育て、まあ、あるいはこういうふうにあのこの植物の利点というのは鉢に植えなくてもこうぶら下げるだけで育つで高温多湿にあの風を好みますのであんまり密閉系にしなければこう、えー、と比較的、えー、丈夫に育ちますので皆さんこう ベランダのない方、あるいは鉢植えの植物じゃなくあの育てるのが嫌な方はですねこう吊り下げるだけで、えー、このようにして、えー、植物を育てられますので、まあ、ぜひあの皆さんも参考に育ててみたらいいのじゃないかと思います。であのこの植物の育てるポイントとしてはやっぱり水こういう霧吹きでこう水をこう あの供給するということが大切ですでソーキングもソーキングっていうのはもう水没させてそうですね半日とかつけるっていう方法もいいんですけれどもそれはですねこれだけの量あったらそれ全部するのが大変なのとあ,のあまりそういう長時間水につけて逆に弱らせてしまうっていうことも今まであったので、まあ、できるだけえっ、ー、と。 こういうい吹きでこまめにやると。それからですね私が心がけているのがですねあのこういうふうにして重さを測ってですね、そのカーブがこうあの元気かどうかちょっとずつ大きくなっているかどうかっていうのをですね、まあ、記録するとまああの。 これはちょっと弱ってるな。とかそういうのは分かりますので、こういう風に記録を取ることもお勧めします。ただですね。これ毎週つけるのはちょっとしんどいので、最近はもうあの4種類ぐらい、ちょっと弱りそうな品種とかあのそういったものだけつけて。あ順調だな。とかあ、ちょっと私の管理があの行き届いてないなっていうのは分かるように今しています。で。 部屋の場所も色々問題あのあのポイントがあるんですけれども私の家の部屋は結構狭くてまああのそうですね台所もちょっとなくてお湯を沸かすところがまあ1箇所あるんですけどそこでいつも毎朝お茶を、えー、飲むためにお湯を沸かしたりしていいますそういうのががあってて湿度があの保たれています。 なのでこの部屋の湿度というのが今まあ今ちょっと70%でちょっと高いんですけれども比較的高めに、えー、あの保つことができるというのも一つの、まあ、この植物が育つ長子だと思います。だからこういうです、ね、最高最低温度計とかでだいたいどのくらい湿度が下がるのかとかそういったこともですね把握してあの水やりとかを心がければいいのじゃないかなと思います。 そうですね、もう18年間花も咲いてないのもありますので、まあ、気長に付き合う必要はありますが、まあ、花が咲いた時は結構あの嬉しいなと思いますので皆さんあのこんなにたくさん育てる必要はありませんが、まあ、1個か2個、えー、と育ててみたらいいんじゃないかなと思います、まあ、私が一番おすすめといえばですねどれもいいんですけれども一番あの 育てやすいのはこのイオナンタという品種ですね。これは結構増えるし、あの丈夫だし、あの失敗がないかなという気がします。それから、あハリシー、私の場合はちょっと花が咲かないんですけども、これもなんか見た目がすごく良くて、まあ、これあの、安い割にはワシントン条約で、まあ、これも貴重品ではないかなと思います。このハリシーもいいかなと思います。それから、あー そうですね、えー、っとうーんいいのは何かなと思いますけどこのカプトメドウさんもですね結構どこにでも売っている品種でこれも結構面白くて青い花が咲きますのでこれもあのおすすめですでちょっとお金高いんですけれどもスプレンゲリアなんかも、まあ、こうやって吊り下げて育てれば失敗がないかなというふうな気がします。 で買う時にですねこういう根っこがついてるやつが一番いいですこうやって洗濯ばさみでつ、あのー、挟むことができるので,でほとんど売ってるのはですね、あのー、根っこがついてないで洗濯ばさみで、あのー、固定しようがないようなものもありますので、まあ、そういったものを、まあ、できるだけ根っこがあってしかもこうふくらしてボリュームのある株を選んだらいいと思います。 昔はワツキーも育ててたんですけれどもそれはちょっと枯らしてしまいました。まあこういうふうに皆さんあの窓がある方はですね育ててみてたらいいと思います。ちょっと長々と説明しましたがこれで終わります。